ありがとうございます、えー。とても久しぶりになってしまいましたが、えー、仏教と坂本龍馬、あシリーズ仏教と坂本龍馬、パート3ということで、ちょっとお話をさせていただければというふうに思います。えー、誰にも告知してないライブ放送。えー、実際、今、この YouTube のアカウントは、あのお寺の誕生日の方にメッセージ、お祝いのビデオメッセージを送ると。 いうことをしておりましてまそれに使っているのがもうメインでもう1日それを一生懸命やってるともう目一杯でも YouTube やる気もなくなってしまうんですけれどもでもちょっとあのー、今日はギリギリ昨日あのー、お講が終わったりいろんなことが終わりましたので、えー、ちょっとやってみたいというふうに思います、えー、実はこの前先日ですね、えー、白井貴子さんからあーご連絡をいただきまして、えー、幕末のお 一人の血物の福岡高近あ福岡当時のご子孫とお会いしたんですよというようなお話があったんですねあえそうなんだとすごいなとえ思いまして今もなんかこうかやぶき屋根ですとかあのすごく尊い、あのー、ことをあの活動をなさってるそうなんですけども福岡あ高近のお末裔の 方々であのー、まあ長松さんも今度あの一緒に、えー、行きましょうってお誘いをいただいてああそれはありがたいなと思ったんですがその福岡高地家っていう方はもうすごい方なんですね。で僕の当たり前ですけどもこの仏教の坂本龍馬にも、えー、何回か何か所かあの書かせていただいています。というのは。 もう最重要局面において福岡土佐藩士福岡当時後の高千穂が果たした役割というのはものすごいものなんです。ね、龍馬にとってはもうキーパーソンの一人だったに違いないし海援隊の発足にも具体的に関わっていたのがあ高岡あ福岡高千穂だったということなんですね。でいくつか まあ、あのこのユーチューブの,あの解説のところにも、この,もあの、えー、読む睡眠薬、えー、仏教の坂本龍馬の文章をピックアップさせてもらいますけれども、例えばこういうふうに書きました。龍馬と後藤は、後藤と後藤翔二郎ですね、後藤は、大政奉還論を解き歩き、武力倒幕を主張する殺長を抑えることに力を尽くした。この時坂本龍馬と後藤郎 そして長岡基吉は京都でギリギリの交渉を行ったそして土佐藩の寺村左善真鍋英三郎福岡高近らが彼らの活躍を見守っていた寺村は寺村左膳主旗寺村左膳道成日記を表してこの緊張の時期の情勢を詳細にわたって後世に伝えている、まあ、こういうあの文章を書きましたこれねこの部分も なんちゃって幕末本とかっていうのがいっぱいあっても龍馬はあのフリーメイソンだとか龍馬はいなかったとかあの言ってますけれどもとんでもない僕あの本当に中央図書館に通いながら寺村左善日記ですとかいろんな,あのなんていうんでしょう第一次資料にあたってあのこの当時の,あの模様をお描写しています。もう金箔のお 大政奉還直前の、あの京都の。ことですね。そのことを、あの書いています。で、もう一箇所、海援隊に、あの関わるところ。ええ、海援隊日誌、海援隊日誌っていうのは。えー、長岡県基地が、記したものですけども。海援隊日誌によれば。この幕末史上、異色の存在であり。多大な功績を残した龍馬の海援隊は。 福岡当時が命を受けて長崎まで来た時からスタートするつまり土佐の海援隊は長崎で生まれた、うん、土佐の、えー、土佐藩の命を受けて龍馬と接触して海援隊を発足させたのは、えー、その出張命令を土佐藩からもらって、えー、長崎まで行ったのは福岡高千福岡当時だったん 海援隊日誌には具体的にあります慶応、えー、さん、帝右四月本般、福岡当時、命を放して長崎に来たる時に埼玉埋め太郎これは、えー、龍馬の変名ですね坂本龍馬のことです埼玉埋め太郎馬鹿より,至り名いたり命を配すその分におぼう、まあ、まあちょっと難しいですけど馬鹿にいた龍馬が 戻ってきて福岡当時と会って、えー、この土佐藩の命令を聞きましたおぼう坂本龍馬こと埼玉梅太郎右は脱走の罪の後これを免,免ぜられ開園隊長を仰せ、えー、つけこれを仰せつけられる、えー、ただし隊中の処分一切お任せこれ 仰せつけざる、えー、という、えー、文章ちょっとあのいきなり、えー、難しい漢文を読んでもわからないかもしれませんけれども、えー、この仏教の坂本龍馬には原文全部、えー、載せておりますでこの後に主筆赤い筆で5、えー、字もあるため訂正してるんですけども1最多にすでにこの名を廃止 7、8、えー、年間ともに他国に浪遊し、海軍を校張し、誓って王子に視線と訳せし本番、えー、他藩の脱政、20、えー、人ばかり、これ、皆、この隊中にいる。文官、武官、危機官、測量官、運用官、遺、えー、官等の家を分かつ、水夫家父を合わせて50人を得たりとある。 これが海援隊日誌の原文なんですね。まあこれはもう本当に後のこの前後の文章にものすごくかいあの関係してきます。海援隊というのは何をやってたんですかというと、本当に独立した総合商社だったんですね。まあ土佐藩がお金を出してるんで株式会社という人もいますけれども、本当にその内容というのはただ運送屋さんではなくですね、えー、ここにある えー、監修録というものもそうですけども文書活動も行って教育活動も行ってまい、えー、りますよと、えー、いうようなことがありますそういうことを、えー、福岡高千穂はもう、うん、認めて、えー、本番説明済みで、まあ、そういうことをやる人たちなんだとだから、えー、脱藩した龍馬だけどその罪を許してで2 3 0人まあ 全部水フまで入れると50人規模のカンパニーをつけるということをやったというんですね。でしかもですよ、まあ、ものすごく大事な部分、次にもう1個出てきます、えー。慶応4年3月14日、もう龍馬が亡くなったんです。これもあのこの龍馬、あの仏教坂本龍馬に出てくるところですけども、慶応4年3月14日、由利公正が起草し、福岡高千が修正し、 木戸孝義がさらに修正を加えて政案となった五箇条の御正門が新政府の基本方針として発布された。龍馬の精神を受け継ぎ、龍馬によって新政府に出資したといえる百合が、その国家ビジョンの根幹をなす民衆の権利、いやその民衆を代表する愚あ大義士をもって新政府方針の骨格にすべく 提案していたことが分かるまたちょっと行を変えて事実この新日本建設に関する直書人間宣言これもちょっと飛びますけども今の五箇条のご正門は福岡高千華が修正したり由利美正福岡高千華木戸高吉桂小五郎ですね木戸高吉等が作ったものなんだけども結局龍馬の思想新政府交流発作戦中発作等がここにゴンと含まれているもう戦中発作 などが、あの、龍馬の発案じゃなかったなんていう、もう本当に愚かな、馬鹿げた論があ,のありますけども、とんでもない、本当にもう一回歴史を勉強した方がいいですよと言いたいぐらいです。まあ、いずれにしてもいいんですけれども。で、あのー、もう一個の箇所が、事実、この、えー、事実、ごめんなさい、えー、事実、この新日本建設に関する直書これ人間宣言の正式名称です。2、えー、は、 昭和天皇の意向によって冒頭に明治天皇による五箇条の御正門が入れられた。これ人間宣言の,あの内容ってあんまり読んだことない人が多いと思うんですね。もうあのえいろんな保守系の方はもうこれをもうケチョンケチョンに言ったりしますけれどもあのこの人間宣言はあのいろんなも,うもちろん GHQ のいろんなこともありますけれどもこの中に五箇条の御正門明治天皇が あ発布した五箇条の御正門を入れたいとおっしゃったのは昭和天皇でした。これも事実です、まあ。いずれにしてもこの文章を入れました。五箇条の御正門が入れられた。それはつまり、これから始まる戦後の民主主義が戦勝国によってもたらされたものではなく、日本人同士が、青年たちが、家族と別れ、国を捨て、命を投げ打ち、身分差別のない、 明るく自由で豊かな日本の再生を夢見て達成した天皇自らが立ち返るという、あ、達成したあの明治天皇のあ、あの明治維新の根本の理念に天皇自らが立ち返るという宣言であったのである。すでに見てきた通り、五箇条のご正門は福岡高近や木戸高義による修正はあったものの、 龍馬の戦中八策や新政府綱領八策を基軸として、三岡八郎、百合、君政が起案し、明文化されたものである。龍馬の精神、思想の復活でもあった。復活であった。明治維新から77年目にして龍馬の描いた日本が昭和天皇自身の言葉によって息を吹き返した。日本人はここに至ってようやく偏った思想や その呪縛から解き放たれたと言っていいだろう。えー、こういう文章をここに書きました。これはもう本当にこのことだけでもですね、ゆっくり、えー、お話をさせていただきたいと。今はうん保守的な思想というか、まあ、えー、今のお論壇というのはもう明らかに、えー、なんかこう人間宣言も。お 今の憲法も全て、えー、日本人の発想にはなかったというようなことを言ってますけどももう少しそんな乱暴な議論ではなくですね歴史をちゃんとあの歴史っていうのは連続してますんであのそのことをあのつまびらかに丁寧に、えー、見たり思考、えー、したりする必要があるというふうに私は、まあ、思っています。でなぜまあ あのこういう文章を書いたかというとやっぱりその五箇条のご正門そのものはですねうん本当にあのすごい尊い宣言がなされていると私はもうそう思っています。えー、明治維新というのはもうそれこそ青年たちが今書いたようにもう命を投げうって、えー、自らの家族と別れて国を捨てて、えー、獲得し得たものだと思ってます。でもとことこころろがあるから もうただの権力闘争になっていいくというののが明治維新のもう実装ですいやそれはつまり例えば、えー、尊皇攘夷を主張してたのに、えー、勝ち組というか、えー、それで、えー、明治維新は達成されたと言ってもいいんですけれども原動力に使ったわけですね尊皇攘夷というか攘夷思想というものところが明治維新が開かれると明治維新がなると、えー、やっぱり国は開いた方がいいよねと。 外国国ととはこううううしようというよいうに開国政策を取ってくるそれは島崎藤村の夜明け前の小説に明らかですけども描いてた理想と全然違うよなんだこれはというようなこととかですねあるいはそのもう一つの潮流というのは明治維新が宗教革命の様相を呈していたと日本は神の国であるというその思想でそれが 仏教は外来の宗教であるというような思想それが対立して勝ち残ったのは新国日本国家神道というようなものであってで廃物希釈神仏分離政策というのが行われていくでそういうそのう明治国家明治国家 というのは当たり前ですけどもいろんなこう権力闘争の果てに形作られていくわけですよね。でそれは必ずしも幕末の志士たちが思い描いたあ国ではなかった。特に坂本龍馬や海援隊たちが思い描いた国ではなかった。特に友利君正あるいは福岡高千佳等等が描いた五箇条の御正門に込めたあるいは明治天皇自身が。 発布した五箇条の御誓門の精神とは違うところにガーッとこう行ってしまった。でそれが結果的には無残な敗戦までたどり着いていくと私はそう,もうあの思っています。でもそこで、えー、負けた日本が勝った国に押し付けられたというのではなく 昭和天皇やその周辺の人たちは原点に立ち返ろうじゃないかと思ったのではないかと私はここの文章で書いたと。というのは人間宣言の中に明治天皇の五箇条の御聖門を入れたということそのものがねあの深い意味を持ってるんではないかなというふうに考えると。まあ、そんな中にですね福岡隆あさんという方がおられるので僕はもうそのあのえー 方とのご縁というのが今あの白井孝子さんからポンとこうあのお話を頂い,いてすんごい嬉しいなと「えー、そうなんだ」というふうに思ったということですね。まあ本当はね、えー、読む睡眠薬なんてめっちゃ自虐的に言ってますけどもあのー、まあ10年前の本に、えー、出版からは9年ですけどもなりますけども、あのー、まあ歴史書なのかエッセイなのか一体ジャンルの付けようがないと。 いうふうふに言われてますけども僕はこの本はあの僕のそのある意味では、うん、社会に対するあの問題意識とかあ日本に対する問題意識とかあるいは宗教に関する問題意識、えー、というのをあの全て詰め込んでいるつもりです。本当はは書いた時はもうあ ありとあらゆる人を敵に回してむちゃくちゃ嫌われるだろうなと思ったんですよ <laughs>、えー。キリスト教を信仰している方にとってはものすごく気に入らないとか、あるいは神道を信仰している方にとっては気に入らない、仏教の信仰者であっても気に入らない、あるいは同じ宗派の人からも嫌われちゃうんじゃないかなと思うぐらいあのでした。あのー、ですもう今でででももそうですでも そこにはやっぱりあのいろんな思いがあります。えー、宗教と言っても例えばジョン・レノンがイマジンでノ、no no えー・レリジョン、ノー・レリジョン宗教のない世界を想像してみなと言ったのはやっぱり、えー、宗教がうんいろんな問題を戦争の原因にもなったことがあった人間の人生を自由な発想を縛ることがあるのではないかというようなことだと思うんですけれども僕は本来の仏教は えー、自由を与えるためにあるものと思っているのでこれもあのちょっと違うかなと、まあ、いろんなことがありますがあの福岡隆親さんの話からですねこんなあの今の日本というか国というのはどうなのかというところまで、えー、お話しできる機会を与えていただいたなんてすごくありがたいと。 いう風に思います、えー、あっという間に18分も喋ってたんだ、えー、すいません、えー、そんなようなことを思いますよろしくお願いいたしますありがとうございます